さんありがとうございます。 MV 見てたありがとうございます。としきさんありがとうございます。明日18月カレンダーが似合いからわからないけどね。あ、カレンダー、あ、違うんだ、あれ消えてた。8月何歩でしたっけ。わ、タブレット下に置いてきちゃった。でも後で絶対取りに行かなきゃいけないから後で取りに行きます。マネパパさんありがとう、ヨシンさんありがとう、ユージーさんありがとう、ちいかちゃんの配信が来てくれたのありがとう、福太郎さんお疲れありがとう、お久しぶりです。5分か、りょくくんありがとうございます、かすけさんありがとう、ブログ読んでありがとう、りおさん、はしるさんありがとう、お疲れラーメン。カレーラーメンってあんまなくないですか。マイハブのメンバーと初めて会った時どう思った。初めてお会いしたやつ動画撮られてるのでいつか公開されると思うんですけど、その空気感を皆さんにもちょっと知っていただきたいなってどなたかから聞きましたかね。もうすごい見ていただきたい、だから早く上がってほしいですね。そうだよ、今めっちゃ仲良しになってます。ジャックさんハートありがとう、トラップさんハートありがとう、天使のヤングさんハートありがとう、クックさんありがとう、大きじさん、アロマさんありがとうございます、ゆうやさんありがとう、あのちかわいいありがとう。ウェウェウェはどういう意味ですか、何ですか、ウェウェウェって、なんか私書いてますか、えっ、ぶじってますか、右手何してんの、あ冷やしてます。そう、ルカちゃん推しです。カップル麺、あー、あのカレーラーメンね。こんばんは、おかぴさんありがとう、空気感、カーストルさん結婚してありがとう、ミキヤくんありがとう、しおいさんありがとう、レグルセさんありがとう、メホリはすぐ仲良くなれそう、山の中にいなちさんハートありがとう、マイハブのかっこいいダンスナンバー聞きたい、クマピーさん天使の絵の具間違えた、ちょっとさっきの引っ張られた、天使のクマちゃんありがとう、ありがとうございます。カレーラーメン北海道なんとか市の料理にございます、なんて読むんじゃろう、小市さんありがとう、クマピーさんありがとう、アーナです、投げほっぺ、クマピーさんありがとう、かわいいいっぱい、今日も買いすぎだろうだってコメントが来てる、ありがとうございます、今日も安否の笑顔に救われている僕がいます。ありがとう、ピッピさん、サンピンさんありがとうございます、クワスの TikTok 見た、ありがとう、そう今日 TikTok、 今日も TikTok 更新してるんで見てください、昨日の分見てない人は見てください、あとハートと、あ、まずフォローとハートとコメントよろしくお願いします。海賊さんありがとう、マレーシア行くんだ、ガチやばいね、すげえ、なんかさ、そうそう17日だ、あ、めっちゃナイスだよ、8月17日そう、なんかさ、そう8月17日日本にいないのでみたいなコメントをそうリプで見つけて、え、何それ、かっこいい言葉、日本にいないって何みたいな、かっこいい言葉みたいな思った。海賊さんありがとう、鹿の子飼いすぎた、鹿の子の子の子こしたんだ、なんかさ鹿の子のやってる人の動画見たらみんな工夫されてて、んー、でも立ちたくなくて座りたくて座って撮る方法を必死に考えたらちょっとクワスちゃんと目が合いましたね、今こっち見てくれてる。藤下さんありがとう、手首怪我はしてない、ムラロン、ムラロン氏、いや見てください、めっちゃ青たんじゃない、多分配信でこの青たんならもうちょっと青いんですけど、今日朝行く時にちょっと急いでて出ようと思ってこうやって走ってたら廊下をね、家の廊下走ってたらドアノブとガッチャンコして、もう
多分こう走ってるここのここがドアノブ、ちょうどもうドアノブのここなんていうの、このこうカチャカチャするさ、ここのカチャカチャとさ、ここがさグワーンってなってさ、もう本当に初めて、骨折れたことないんですけどね、骨折れたことないんですけど、あこれもうガチで骨やったって思って、でもここで骨折れたって認めたら私はこういろいろお仕事に支障出てしまうと思って、一旦家出なきゃいけなかったから、もうほんまに痛すぎてうわーって思いながらこうやって行ったんですよ、家出たんです。でもう近くのドラッグストアであのサロンパス買って、もうマジで痛い、どうしようみたいな。でもサロンパス貼ってから結構治って、はい、大丈夫です、クーパーできます。でもどこなんかね、なんかね、あなんか割と治ったかもしんないなんかねちょっとね割と、あこれ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 が痛いんです、これが痛いんです、なんか痛いところはあるんですよまだ。吉久さんありがとうございます。みみちゃんトロールありがとう。カレーヌードル、新潟にはカレーラーメンがあります。あーひろきさんありがとう、コメントしたで、見てます、いつもしてくれてる、ありがとう。どんちゃんありがとう。ミカセスターライトいいですよね、可愛い、私も大好き、 MV も好き。で私もともと水色黄色好きなんです、まあ、なんかちょっと理由知ってる人もいるかもしれないんですけど、水色黄色めっちゃ好きだから、もうグループカラー最高。マイホブ曲は出してる曲だったら10曲ぐらいかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 かな。ヨシーさんありがとう。8月安否戻るの知らなくて結構仕事入ってる、仕事頑張って。タラタラさん可愛い、ありがとう。うわ待って、やばい、再来、日本にいるのにごめんなさいはやばいやばいやばいね、やばいですそうね、これあるんですよ、日本にいるのに行けなくてごめんなさいあるんですけど、いや全然全然あじゃあな、まあね、日本にいるなら来てほしいですね。8月17日タワーレコード池袋、クラス並べてるよ。間違ってない H フューチャーの MV の裏側聞きたい、ブログに書いたので見てください私のツイッター検索すると多分、あこれがブログかとなると思うのでぜひ見てください。ばっちゃんありがとうアイスレモンさんありがとう、 TikTok フォローして見てきたよ、ありがとう。あこれなんて文だっけな、福なんとか福津さんありがとう、アイスレモンさんありがとう、おかぴさんありがとう、お疲れうどん、おまじない、痛みに強いの、私も痛みに強いタイプだから、割と私本当に痛みに強いタイプで、そのマッサージとか行っても結構強めでお願いしますってお願いしても結構割と寝れるタイプ、寝ちゃうマッサージされてそう寝ちゃうタイプぐらい結構痛みには強いタイプなんですよ。なのであ私ね実はちょっと言ってなかったんですけど、鬼割と鬼でして、っていうのも私結構いろんな国行ってるんですけど、私結構無惨様みたいな感じで何がって感じよな、あの日に当たりたくないんですよ、日に当たったら滅びるって思ってるんで自分、だからなるべく当たらないようにしてて、やっぱ当たるとちょっと弱まるんです自分が本当に太陽に当たると自分の力が太陽に取られちゃう気がして、すごい疲れる気がするんですよ、だから太陽に当たらないようにしてて、そう結構無惨、私無惨様の気持ちで生きてます、だからそう無惨ですね。あ吸血鬼、確かに吸血鬼もそうですね、まあ、でも吸血鬼よりなんかちょっと無惨様系の方がかっこいいかなと思って、ちょっと中二病感がありますけれども、疲労感やばいっすよね、最近終えてなくて
あれなんですけど、なんかちょっとチラチラチラ見てます。手裏剣やばい。前幅の曲リピート、あ、虹ありがとう、いい、みーくんありがとう、ウルフさんありがとう、ウルフさんありがとう、こんばんわらびーだって、初めて聞いた、それ使える、こんばんわらびー、グロージさん結婚してありがとう、もっと配信見てくれ。ブログどうやって見るの？マイハブの公式サイトから見れるんですけど、ま、一番早いのは私のツイッター、間違えた、私の X をフォローして、でフォローしたらね、多分一番最初の最近のツイートがブログ更新したので見てくださいなんですけど、そこから行けばすぐ見れます、無料です。関さんありがとう、ほらありがとう、カスタム行きます、このゴロゴロね。足を8回骨折しました。何をして、リリーベは行きたい、おお待ってます、お兄ちゃん、川又無惨様やばい、虹ありがとうございます、追いついてなくて申し訳ないね。アナちゃんにアンちゃんのマリオカートの秘密を話しました、え、ちょっと待ってえ、ちょっと待って、やばいやばい、フォローし直したぞ、ありがとう。美の秘訣は太陽に当たる、でも太陽15分ぐらい当たった方がいいって言いますよね、足だけでも、そう足だけでも当たるといいらしいです、そうらしい。無残系女子やばい、無残系女子いいね。今なんとか界隈っていうのがあって、お風呂キャンセル界隈とか、あとなんだっけ、伊能なんでしたっけみたいな界隈あるんでしょ。無惨様界隈。ウィンディーボーイさん虹ありがとう、レインボーありがとう、チーカーの日傘使ってないです、私はフランフランのお花です、血を分けてくれませんか、ちょごめんなさい、ちょっと人に与えるほど自分血あの強くないです。日輪刀やばい、私もなんかちょっと剣持ち歩かないと、剣持ち歩いたらどうしよう、捕まっちゃう、配信見てる方です、いや昨日見てないでしょ、昨日今回の鬼滅アニメ版一気見した、面白かった、安否の影響で、嬉しい嬉しい、アニメいいですよね、長も好きですけど、そう前回昨日かな、じゃあ昨日配信してないんで、私昨日配信してない、一昨日ですね、一昨日鬼滅の話したんですよ、好きなんだって、私昨日ちょっと打ちのめされそうになって、昨日はそうメイクしてなかったんですけど、自主練からのボイトレだったんですね、で、まあ、あまりボイトレをまずその歌がそんなその得意分野ではなくて、まあ正直に話すと苦手てか、あんまりなんか人前で歌いたいタイプではない、なんて言ったらいいんですかね、歌わせてくださいっていうか、なんか歌う、まあアイドルなんで歌うんですけど、その一人で歌っていいよって言われた時に歌いたい歌いたいみたいな、ちょっと気持ちにまだちょっと自信がなくて慣れてないので、ちょっとボイトレもね毎回緊張して受けてるんですけど、そうメンバーも先生も優しいんで、そう頑張れてはいるんですけど、そういやもうやっぱ自分はなんでこうもで打ちのめされそうになったんですね、でもでも煉獄さんのね無限列車編をね、あのそう煉獄さんが一番いいセリフがあるんですよ、そのセリフだけを昨日夜見て頑張ろうってなりました。ちょっと頑張ろうって前向きに。グッドラックさん虹ありがとうございます、マイハブのファンクラブおすすめです、おすすめしてくれてる、東京出張あるから公演あるといいな、そのタイミングでね。サフランさんありがとう、体内時計が整うらしい、何が何が、ああ日光に当たったらね、サッカーボール蹴っただけで骨折しました、骨弱弱じゃん。猫は猫で、猫さんありがとう、28日のお台場屋外だから日差しやばそう、
でもまあ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 1時間とか経たないからね、まだ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 。ハム太郎さんありがとう。安山はやばい安山やばいですたくさんありがとうございます。いっぱい仕事やった感出す会話、まあ、だ出すのって大事ですからね。クラス会は前と変わりません。一昨日見ましたか。本当ですか。夜中のやつですよ。ハーレム、爆豪くんと胡蝶さんの声優さんが神なので、今期の神、ああそういうことか。疑似ハーレムっていうのがおすすめなんですか。なんかメモっとこうかなちょっと忘れちゃうから、ここに、私あんま部屋に来ないからメモったところで見ないんですよね。林レモンさんありがとうございます。今度会いに行くとき見てほしいアニメご了承するわ。待ってます。感性しそうだから、そう自信が持てるようにね頑張りますね。ボイントリーボイントリー、うまいうまいで涙止まらんもんねもうそこからねふわーってなるよね。竹松留さんありがとう。ひろきさん結婚してありがとう、ありがとうございます。むたろさんありがとう。マイハブアンピシアター僕も行きたいけど遠すぎやんけん。うーん待てるよ。今日オイラを涙ぐませたアーナちゃんこんばんは。何何ブログですか。全然関係ない何だろう。一発になってから趣味変わったりした。確かに何だろうな。あアイカツにちょっとハマってキリアオイちゃんになろうとしてました。でもまあ自分にはなれないなと思って音楽だけ聴いてます。なんだろう、みんななんか最近の趣味教えてください。なんか思い出すかな。最近流行ってることとかなんだろう。そうイベントいっぱいあって嬉しいですね。労働キャンセル界隈まあねそうね労働ねそうだよね。けどね働いたらねその分ね会えたり楽しいことがあるから。マッツンありがとう。アンピに会いに行きたいよ、ありがとう。マイマイさんありがとう。コスプレに興味あったりする。興味見るのは好きですけど、それこそ私そうテーマパークでそうバイトしてた時になんかそのテーマパークの中のイベントみたいなのでコスプレでもなんかコスプレの会場になってたなる日みたいななるイベントがあってがコスプレの人がたくさんその遊園地に遊びに来てくれるみたいな、こっちの認識としてね、バイトしてる認識としてはこうどういうイベントかちょっとわからないんですけど、そう私の認識はコスプレしてる人が遊園地に遊びに来てくれるっていうそんな感じのイベントがあって、でそう爆豪くんとか自分の知ってるアニメのキャラクターの人が来てくれるというかそう来てくれるんですよ。それがめっちゃテンション上がって、そのエントランスにいてもう通ってるだけで、あ自分とこ来い自分とこ来いって思うんですけど、来なかったらショックだし来たらうっしゃーってなるし、ちょっと自分がねその日テンション大体高いんですよ。楽しいから見てて楽しいから声かけます。爆豪くん好きです最高です声かけてました。そう楽しかった。美神ありがとうございます趣味歌うことです。おー初見ありがとうございます。ピーちゃんコスプレね全部ね奥田結菜ちゃんにあげちゃったんです。もうね全部って全部って感じだと思うけど全部あげましたそう全部あげました。すごいすごいよね。ゆえんせ爆豪くんと同じ誕生日おめでとう。スタッフさんはねコスプレしてないっす。なんだろう自分がハマった趣味なんだろう、あんまり変わんないかな。なんだろう、はじめまして、なんだろうありますかね最近の趣味。一発をやって変わったこととかあるかな。ヤーオローズやばいそうやばいわ。
AKB 劇場ね行こうとしてたんですけど、なんか緊張しちゃって結局なんか一人で行くの怖くて怖いとは、そう前まで一人で行ってたんですけど、もうねアイドルやる前は、そう緊張しちゃって結局そうアイドルのライブ全然行けずにアイドルになりました。休みのほぼ家にいたり、ほんまに出かけねえたりあんましなかったですね。最初は11月とかは2回大阪に行ったりとか、2回大阪行ってユニは行ってるユニは行ってるぐらい、11月は3回ユニは行きました。私あえっ、この話しましょう。私11月誕生日なんですけど、4日が誕生日で、で5は予定があって、で6引っ越しの準備して7にユニバに行って行きました。ママと2人でユニバ行きました。で11月の終わりらへんにまたユニバ2回行ってます。友達とあとゆきりか、ユニキリカちゃんっていうお友達がいるんですけどそう2人じゃないわ2回行きました。なので11月は3回行ってます。年パスは回収できてますね回収できてます。少し早い、少しどころじゃない、まだまだ早いんですよ私の誕生日。若い女の子多かった。カニさんありがとう。髪にヘアオイルはつけてます。そうママと二人でユニバ、そうこっちから出た、そうそうそう、ちょっと遠いですね。大阪で大急ぎで帰って卒業公演行った。ありがとうございます。ホセさんありがとう。そう行って、でもそこからユニバ行けなくて、最後に6月に切れるからって言って、6月にそのバイト一緒な子で年パス持ってる子いたから、その子と行きました。ホセさんいっぱいマイクありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。入り口まで見送るのに、入り口まですぐだねありがとうございます。そう広島からユニバ行って帰りました。そう帰ってきましたこっちに。そうでディズニーめっちゃ行ってますね。いやタブレット撮ってこようかな。まあディズニーの写真も見せたいんですけど、ディズニーめっちゃ行ってました。月1ぐらいで行ってましたいやディズニーが近くなったので、ディズニー、あ東京の友達とかと結構会ったりとかしましたね。そう東京のぐらいかな。そうディズニー行ってます。お正月3日ぐらいに、今年入ってすぐ1月3日ぐらいにもうママと2人でディズニー行ってますディズニーシー行きました。私今年になって初めてタワテラ乗るようになります。初めてタワテラ乗って、今まで食わず嫌いしてて初めて乗ってみて、もうめっちゃ楽しくて、タワテラ大好きっ子になりました。いきなりタワテラマジ大好き私なんか違う感覚じゃないですか普通のこれと。なんかめっちゃ好きですタワテラ。世界観も好きだし、あーなんかねいいですよね景色見えるのもいいし、なんか自分が大人になった感覚を味わえるし、ほんまにディズニー来たってなる。卒業公演後にママとパパとお話ししてもらった時に、ママがうるっとされて泣かしたみたいになって焦ったママパパがめっちゃ言ってた。そうなんかファンの人と話して毎回なんか泣いてたみたいな、もうとかって言ってて、なんでママが泣くんって普通に聞いちゃった。私はアンナちゃんが近くなったか会いに行くか、うわー待ってます山勝さんありがとう。東京に染まってしまってピアン、もう別に別に安否確認ありがとうございます。ミスタラさんありがとうございます。汚染するかのやんだ嘘今東京ではないんです、神奈川にいますね。
カフェまあ行きますね。カフェ行きます。友達と遊ぶってなったらもうまずカフェ。あ、待って、電気つけてなかった、悔しい。え、これ今何分ですか。今は10時26分。26分無駄にしました、電気をつけ忘れたことにより。え、しかもなんかつかない。あ、扇風機の方の充電をつけてたんだ。花ちいたけ、最近香川に行きたいと思ってます。ヤシマの霊岩茶屋さんおすすめ、一番のおすすめ。最近取材でその香川県出身で知ったら、え、おすすめのうどん屋さんどこって言われるんですよ。結構な確率でうどん屋さん聞かれるんですよ、おすすめ。答えられない、自分の家の近くが一番美味しいし大好きだからよく行くから。でも、まあ、日の出洗面所さんも一番におすすめしてますね。ピーのおばあちゃんを見て香川で全然帰ってないですね。帰りたいですね。おひさんありがとうありがとうございます、伝えておきます。ライトはね新しく買いました。パパさん相変わらず熱く赤いチーム応援してますよしてます、してます。霊岩茶屋さん名前変わってるけど同じ。ああそうあるんですよね。チップくんも元気だよ。もうね、私がいつも22時ぐらい配信してるから寝てる時間だから、もうちょっとねタイミングがあったらね。そうそうそう、日の出製麺所さんはね、そう営業時間が短いのがあれなんですけど、でも美味しいし、お土産とかでもねいいので。ありがとうございます、頑張ります。あ、小豆島もおすすめです、香川県。私も小豆島1回しか行ったことなくて、そうそう香川県民がって感じですけど、近くて逆に行ったことなかったって感じで。そうおすすめ。あんまりねチップくんお散歩好きくなくて、定期的には毎日は行ってないです。自覚あり、やばい。これから会いに来たらね、最善、最善はまあ VIP なんであれですけど。そう今だと日給が暑いから結構割と夜目に行かないとですよ。行った、タブレット取ってこようかな。で今めっちゃディズニー行きたくてディズニー行きたいです、別に行きたい。でも今ね暑いじゃないですか、ちょっと行けないです行きたいのに行けないんですよチップくんも鬼か。まあ朝ありがとう、 VIP 当てたい。池袋行きますよ。アンピアに行く気はない、悲しい。悲しい、安否に行く気はない。え、去年ってこんな暑かったですか。え、教えてください。え、去年はこんなに暑かったですか、記憶なくて。そうですね、お盆になるとリズミも多いと思うんで、そう落ち着いたぐらいに。え、暑かったですか。そうなんですか、去年もこんなに暑かったですか。今年暑くなるのが早かった気がする。あー確かに、去年の今日の画像探漁ってる、探ってるよ。去年はここまでではない、今年の方は湿気が多くて。あ、湿気ね。え、なんかさやばくないですか、なんかやばいもん、なんかむしってるもんね、むしってる。今年人生で一番暑い気がする。去年も暑かった、去年と今年はフェーン現象で暑いんですよ。何フェーン現象ね。あ、湿度が高いんだ。久しぶり、会いたかったよ、ありがとう、会いたかったよ。あ、そっか、そうだわ、暑かったかもしれない。
おアンピちゃんへの思いかよ虫って、ただ9月に雨降ってから一気に涼しくなりました、去年。じゃあ今年はどうなるんじゃが、じゃが40年前とかもっと涼しかったらしい。でも自分が小さい頃こんな暑かった記憶はない。こんな暑かったかな、自分がちっちゃい頃。まあ記憶ないのではあれですけど。タブっていいよ開脚200度。もう開脚マジできなくなってて、そうアイドルになってな決まってからストレッチとかしだしたんですけど、めっちゃ硬くなっててちょっとマシになりました。でもほんまにやばい今臨時ボーナス100万円もらったら何に使えますか。それを使えってことですよね。基本貯めたいタイプなんであれなんですけど、使えってなったら、ちょっと悩むな、難しいな。で割と何でも使えますよね。ジブリパーク行こうかな、のプレミアムみたいなチケットを予約していきたい。ジブリパーク行こうかなやばい、言い方がやばいですけど、ジブリパーク行きたいなと思って調べたんですけど、まあ泊まり必須になるかなって感じだし、そう泊まり必須だし、いいホテルに泊まってプレミアムのね高い方のチケット買っていきたい。でまだ100万円なくならないからね、どうしよう、どうしようかな。ハワイとか行っちゃおうかな。100万足りますか、ハワイ。わかんないや、足りるか、足りますよね。わかんないです、すいません東京の暑さは不快度高い、マジ暑すぎる。なんか電車の待つ間がやばい、暑いエアコンの使用量は今年の方が多い。去年の明日は公演、ああそうだったんだ。今年は各地で最高気温が続出している。東京の方が暑いのかな。25年前は扇風機だけで過ごした。今扇風機だけだったらもうね熱中症だよね。あ、海が近いから湿気がやばいのか。レッドくんかわいい、ありがとう。 Y 字バランスはできます、今もできます。海外の夢組行ってみたいんです。なんだっけ、どこだっけ、ロサンゼルスかなのディズニーって1日じゃ回れないらしいんですよ。違うのかな、違うとこかな、わかんないんですけど。あと台湾でしたっけとかも、台湾かな、わかんない、乃木坂さんも行ってたりとかしてるよね。なんか見たことある写真。行きたい、行きたいなんかどっかが1日じゃもう広すぎて、だから日本が実はディズニー狭いらしい。ディズニーシーとかさ、広すぎてさ、めっちゃ歩くじゃん、ディズニーシー。フロリダの方だって、ここら辺で見えたハリプタ行けてなくてママと今行こうって話してます。腕立て伏せ割とできるようになった気がしますおー嘘、おかっぴさんありがとう。あ、そっか、今円高でしたっけ、円安か、どっちだ。ハワイ行ってからがいろいろ高い。ファースト乗らなきゃいけるホテルのランク次第か。そっか、ほらありがとう。本家ディズニーワールド、あれ USJ も狭いんですね。あ、そうなんだ。ディズニーワールド1週間かかる、1週間かかる、どんだけ。東京ドーム何個分ですか。でも東京ドーム何個分わかんないんだよね、東京ドーム行ったことないから。私ディズニー、日本のディズニーランド何個分ぐらいとか。香港か、100万もらえたら安否のためになること使いますそんな。フロリダディズニーワールド広すぎる、行ったことある、いいな。パリにもあるんだディズニー。ミキヤくんありがとう。待って、やばいコメント見ちゃった。嘘ですよね、フロリダは東京の23区くらいあるのでは。何それ、大陸でかアメリカ大陸か、でかだって。別にディズニーがそんなにでかくてもさ、別にさ困ってないってことだもんね、土地。やば、うん、
ちょっとわかんないですね。やばい、わかんないですね。アナちゃんの心はどれくらいの広さ？私は豆粒ぐらいですね。知らないですね。もう夢の国じゃなくて国やね、もはやね。山手線内側の 1.5 倍、もっとわからん。フロリダのは4つぐらいの遊園地が集まったイメージ。そんな巨大、東京ドーム 2500? 何 ?2500 も土地あんの？東京ドーム2500個ってさ、日本滅亡しちゃう、日本滅亡。ちょっと嘘ついたけど、やばい、山手線内側の 1.5 倍はマジわからん。やばいやばい、沈むわ。東京ドーム2500個できたら沈みますよね。香川のため息ぐらい広いです。いや、あんま広くない。アメリカは日本の25倍らしい。そんなんさ、もはやさ、どこ行けばいいか分からん気がする。どこ行ったらいいか分からんくない？だから乗りたいアトラクションをこことか、ここのエリアに行くとかじゃないとさ、行けないくないですか？どうしたらいいの？やばい、100万円じゃ行けないですよね。どうしよう。もはや住めるね、歩いて回れないね。どうなるんですか？入り口は1個だけですか？1個だけじゃないですか？反対側とかもある、ね、電車や船で移動する？まあでも確かに、だっておかしいもんね。東京23区ぐらいとかっていう言い方だったら、そうだよね、電車乗るもんね。だって山手線の 1.5 倍だもんね。確かに電車乗んないと無理だよね。やばくないですか？東京ディズニーランドのランド239個、239個もディズニーランドができる。日本で表す地図を見ると、千葉県はもう全部とかぐらい。それはないか。香川県ぐらいですか？香川県ぐらいではない、さすがに。いや、もう香川県ぐらいですか？いや、それはさすがにないですよね。香川県の半分ぐらいですか？いや、もっとありそうだな。世界一でかい国を持ち主、ありがとうございます。閉園の時に隠れていてもバレなさそう。確かに。ね、そんぐらい広いとね。日本のランドとシーが4つあるイメージ、あと小さいのが3つぐらいある。いや、分からん分からん。思ってる以上に広いですね。ミッキー何人いるやろ。確かに1体じゃちょっと無理じゃない？ 1 体じゃ対応しきれないよ。でもさ、時間帯によってなんかミッキーも登場がみたいなのがあるらしいからね、いっぱいはいるのかな。その時間帯は1人なのかな。確かに。ね、なんかせっかなんかね、歌ありますよね、これ。やばい、歌えないの、やばい。すぐるさんのコメント、何でしたっけこれ、It's Small World の曲、ちょっと忘れちゃったけど。シンガポールのユニバー大阪のより小さい。あ、そうなんだ。豆太郎大きなさん、ありがとう。ミッキーはそもそも1匹しかいないよ。そうだよね。何、いっぱいいるってどういうことだよね、ほんまに。何、みんな何言ってんの。ミッキーは1匹、ミッキー、ミッキーはミッキーだよ。ミッキーしかいないよ。カストールさん、ありがとうございます。世界中誰だってなんとかだだらだらら、見つめ合えば心一つ小さな世界。香川県と同じ広さだって、やばすぎ。香川県実質さ、フロリダディズニーってことですか？やばい、香川夢の国や。マジやばくないですか？いや、やばい。ん？しかもさ、香川もさ、移動するってなってもさ、山の部分とか行かないじゃないですか。だから山の部分も入れてってことだもんね。やば
やばいね、やばいやばい。丸亀城に行ってきました。疲れますよね、高いもんね登るの。シティさんありがとう。やばい、それやばい、やばすぎ。うどんコーナーフロリダにクーラルンプール、夢の国出身って言おうかなこれからやばいやばい、やばすぎる。これ夢の国出身なんですって言ったら、え、うん、千葉県ってなる。あ、香川県です。ってなっちゃうますます不思議ちゃんキャラになっちゃう。もうなんか私ちょっと不思議って、ね、今めっちゃなんかちょっと言われだしてて、うん、どこがどうとね、まだそこまで、まだ結構隠してるんですけど、結構ね変らしいです。自分でも変とは分かってるんですけど、そう気まずい空気流れる。パスポート8月で切れるから、もうえ、多分更新した方が楽だよね、新しく作るより。ここら辺にあるはず。あった、ヤバい子認定されちゃう。ちょっと多分変だと思うんですけど、でもまあまあまあ多少、そうこの日までに、あ、そう8月だからちょっと、いや、そうそうやろうと思ってた、忘れてた。スモールワールド出身やばい、なんか痛い子になっちゃう。パスポートの写真ね、なんかパスポートの写真ってさ、あれじゃないですか皆さん、なんかやばくないですか、なんか色が変だし、これ私高校2年生なんですよ、色変じゃないですか、なんかもう全然なんか違う国の人の顔してる私。どう隠していけるだろう。会って5分で変わってるって言われる、それは変わってるわ。私はさん、ありがとう、話したいですね。いや、これはもう全然アイドルする前の写真です、パスポート。これはなんか修学旅行がハワイだったんで撮らなきゃいけなくて撮ったけど、結局引っ越ししちゃったので行けなかったのと、でも そもそもちょうどコロナ禍に入ってしまって、同世代も行けなかった。8月17日はね、18時かな、18だった気がするですよね。18時だった気がする。待って、どうだろう、なんかこんな感じですそう、なんか前髪もなんかすごいなんかね、なんかちょっと長めだったから分けられちゃって、なんか隙間作られて分かれちゃって。そうだよ、前髪気にしない会話の時のやつだから。海外ね、2歳の時に韓国行ったらしい。だけど、だからもう自分としては行ったことないっていう感じ。絶妙に光ってた？見えなかった？やば。じゃあ今日の夜ご飯をコメントで書いてください。後で読むのでね、ちょっとタブレット取ってきます。ちょっとね、限界を迎えた、タブレットがいる。今日夜ご飯私が作る担当だったので、キッチンで怖い話を聞きながら、ちょっとタブレット置いてたので、そうそう、キッチンに置いてましたので撮ってきました。サラダのみ、え、偉すぎ。え、鹿肉、
やばい、鹿肉食べてる人いる、かっけー。ラーメンチャーハンはいい、最高。ミスターさんありがとう。カレーライス、そうめん、スクショ班の皆さんよろしくお願いします。何をですか、あー証明写真ね。お弁当、マグロの刺身、ささみとブロッコリー、え、すごい、なんかさヘルシー、え、なんか筋食トレしてる人がいる。水飲み、やばい。インスタントラーメン美味しい、ハンバーグ、つけ麺いいな、幸せ感じる。あーなー配信、ジンギスカン、うわー、ヒレカツ、お好み焼き見たわ、かき氷も食べてた、冷やし中華、冷やしゃぶ、夏、やめて、今日は後ろ女の子がご機嫌なんねとか、やばい、やばすぎ録画してしまった、何がですか。夜オムライスいいな。はじめまして、お邪魔しました、早い帰っちゃうんだ。そう、怖い話めっちゃ好きで、そう見てるんですっていう話、見ちゃうよねって、どれだろう、何を見ちゃうんだろう。写真が来てない。そうですね、リリースイベントは8月17日土曜日18時から会ってました。よかった。本校は見れないです、私怖いもん。本校は本当にあった怖い話でしょ、本当にあった怖い話はね見れないです、実写見れない、話しか見れないです。フィクションとかは見れるギリ、フィクションはね大丈夫なんですけど、寝れないです、怖いので。お風呂行ってらっしゃい。てか今日初めて私お昼あのセブンイレブンになんかさ焼きたてのパンとかが食べれるなんかさセブンあるじゃないですか、あるんですよ、なんかさなんていうの、チキンとかさあるじゃん唐揚げとか置かれてる横になんか焼きたてのパンが食べる、セブンイレブンが焼いたっていうかな、なんかそういうのがあるんですけど、そう、それのチョコクッキー食べました、めっちゃ美味しかった、だから見つけたらみんな食べてほしい。あ、なんかパンみたいな、あ、そう、ドーナツみたいなやつ、そう、クロワッサンとかね、なんかドーナツあった気がする、カレーパンとかある。セブンのスムージー飲んでないです、ママが今日言ってた、その話したら、え、ママねセブンのスムージーが飲みたいんよって言っとった。握手会あると思います、っていうで一目惚れしたものです。え、名前覚えてますよ、覚えやすいから、もしかしてブログ見てくれたのかな、ありがとうございます。朝何時頃、そう、時間わかんないよね。アンナとアイナこの時間が一番怖かったですね会えて嬉しいです。怖いロケはいけない、いけない、無理無理無理。デリーベ神越したい、嬉しい。そう、ドーナツがあるやつがあって、そう、それ美味しい。クロワッサンにはさん付けしてるわけじゃないカレーパンも美味しいですよね。メロンのスムージーが美味しい、あ、そうなんだ。セブンのスムージーはティフで飲んだ、あったんだ、まさか、ありがとう。飲みたい。でも私バナナが好きなんです、そもそもバナナが好きで、そう、好きな食べ物にもチョコバナナって書いてるぐらいバナナが好きで、しかも一番好きなのがチョコバナナなんですけど、最近チョコバナナの組み合わせのお菓子が多くてめっちゃ嬉しい。飲み物とかも結構バナナ系が出てて、なんかバナナジュースが次流行るって言って流行らずにちょっとなんか平行線行っちゃったんですけど、でもなんかその平行線でなんかバナナのお菓子とかが結構ね、結構スイーツとか結構出て、結構出てませんか最近、カフェとかでも
バナナのスイーツがあって、そう前までなかったくないですか。そう好きな食べ物変わんないですねやっぱりレモネード朝くんありがとう。レモネードね、今度あキノコのやつですよね、話しましたっけ。キノコのやつですもんね、あれですよね。ほらありがとうございます。お化け屋敷行きたい、お化け屋敷行きたい。でも結構私お化け屋敷で大丈夫派かもしれない。えでもね、わかんない、あれ富士急とか行ったことないんでわかんないんですけど、富士急とかも多分無理だと思うでも無理だと思います。でもお化け屋敷って集まりやすいって言いますよね。あと遊園地わかんないです私。あなんかまあ夢ないこと言うのもよくないよね。夢ある話をしようよレモネーモレモネー朝バナナ昼バナナ夜バナナ。富士急のほんまに怖いらしいですね、行ったことないですけど。お化け屋敷行きたいですね、やっぱ怖い話楽しいから。古い話題ですが、綾川町ディズニーワールドリゾートほぼ一緒。え、あじゃあ香川県ほどディズニーはないってこと。あフロリダじゃないってこと。ワールドリゾートってどこですか。アサイボール結構食べてますよ、ずっと食べてます。アサイボールはこの夏結構朝に食べてて、最近家の中のアサイがいなくなっちゃって、で最近仕入れたから最近もちょこちょこ朝食べてます。でもアイドルみんなに8月まだ食べてないです。8月の最初らへんなくてずっと食べたかったんですけど、今週私アサイを手に入れて、私明日の朝ごはんアサイボールなんです大好きです。豊島園でバイトしてましたが幽霊出るのでお祈りしてましたよ。やっぱそうなんですね、なんかそうなんかそう賑やかなとこに集まりやすいとか言いますね。私バイトしてて、どこでバイトしてたかとか何をバイトしてたか言わないんですけど言わないんですけど、そうバイトあるバイトをしてて、私時々嫌な時があるんです。なんかわかんないけど嫌だなみたいな、いると思うんです、いたと思うんです私あとはね違う、そう同じバイトの子ももう同じ日になんか嫌だねっていうとかあとこういうことがあったらしいとかも聞いて、そうだったみたいな、そうなんかこういう話好きだから。ただ後から怖くなるよね朝早織っていうのがあって、早めにちょっと点検に行かなきゃいけない日で、ランダムにそう2人で行くんですけど、2人で行ったらだいたい6人とか配置がいるんですけど、その中から2人選ばれてちょっと早めにそう行くっていうのがあって、朝礼行かずにっていうのがあって、じゃあ2人で行ったら一人はこっち、一人はこっちみたいな感じで、一人ずつで作業しなきゃいけなくて、で見回り行くのがやっぱそういう話は楽しいんですけど、次の日とかになると怖くてですねもううん、か誰もいない遊園地は怖そうだね森じゃなかったですね、最近森城見てないです。森城見てないですね。ドライブコース、へえ。もうダチだぞ裏にゃいにゃんにゃいにゃんにゃ。でも私は卒業して1回だけ行って、それもそのバイトの子で仲良くなった子と一緒に横浜行って、横浜の中華街でどこがいいかなって言って吟味して1個行きました。何言われたっけ、メモってるけど、あこっちにあるわ。占い行きました。1個めっちゃどでかい話あるんですけど、これはまた
ね、ちょっと取材で話したのでそこの取材に載ったらそこで見てほしいからちょっと内緒にしとこう。あ、これこれ、まず占いで私は自由人って言われたんです。でもまあその通りだと思う。みんなはどう思ってるか知らないけど私は自由人で、美容系にも美容系が向いてるらしくて、仕事とかもなんかねすごい美容がもともと好きだと思うって言われて、あ好きですねって言ったら、そうそれ系がいいと思うって言われて、で私は秋の太陽らしい。え、なんか秋の太陽って何か知らないんですけど、秋の太陽らしいです。そう、他人を輝かせるのがいいらしい。だから人を輝かされるアイドルになりたいのちょっと難しいですねけどね、グループのためにね頑張れるアイドルになれますね。確かに、うん、あとなんかずっと考えてる人って言われました。なんかずっと何かを考えてるみたいなって言われて、まあ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 そうかもって思った。考えるって別に現実的なことでもなくて空想の世界で生きてる人間なんで、もうほんまに、でも最近は最近はもしこうなったらどういう対応をするかっていうのにハマっててそうですね、それをずっと考えてます。最近は思い悩むことないですね。メール君結婚してありがとう。なんかこれは思い悩むことでもないですねこれはとか言っちゃった。手を触る仕事なんですか。10時当たってますかまあまあまあ、まあ、そうかなとは思いますけれども、そうなんかちょっとかん、そう最近それにハマってます。もし今こうなったらどういう対応をするかっていう難しいことを考えてますね。でも最近アメルカリでハニワームすっかり忘れてた。今言われるまですっかり忘れてた。おかっぴさん、ハイビスカスありがとう。そうなんか最近私の横でなんかそのなんかちょっと満員、ちょっと満員ね、なんかめっちゃ満員電車じゃないんだけど、まあまあ隣と隣はちょっとみんないてこうちょっとこう肩を寄せ合ってるぐらいの電車の時に、隣の人の隣の隣の人のなんかカバンをなんか上に上げた時に隣の人のアップルウォッチに当たって割れ、なんか画面が割れちゃったみたいな、ですいません割れてしまってみたいな、でちょっとみたいな会話をしててイヤホン越しに聞いたからちょっと曖昧なんですけど言ってて、もし自分がアップルウォッチ当たって画面が壊れた時の対応を考えたりとか、最近は結構これ最近毎日してます最近毎日してます。なんかちょっと人が多い時に隣の人がいた場合、この隣の人にこのアップルウォッチを壊されたら自分はどうやって言うのが一番最適なのかとかシミュレーションしてます。めっちゃどうでもいいことですよね。だいたいその壊されることなんてないですから。とかは、とか最近のあるあるは、そういう時言えないと思います。言いたいけどね。どうやって因縁つけようか。どうやって逃がさずにね。こう。そう、いつか使えますかね。そう、あとは最近は声かけられたらどういう返答をするかっていうのを考えてます。今度練習しようねやばい壊される。そう、声をかけられたらどう対応するかっていうことを考えてます。でも前声はかけられません。安否ですよねって言われませんので、まだ実践はできてないし、実践になったら多分何も言えないと思います。あ、この人痴漢ですと同じ原理だね。あー、そう、じゃ絶対言えないと思う。そう、なんか最近もなんかそうミホリンと帰ってた時になんかちょっと不審な動きをしてる人がいて、多分友達と待ち合わせでキョロキョロしてて、でもなんかそれに最初気づかなくて、
で、なんか不審な人いると思ってともう急ぎ足で通り過ぎて後ろ見たら全然違う人なんですよ。違う人が追い抜こうと早歩きでこっち来てて、びっくり、私めっちゃびっくりしちゃってわーってなっちゃって、結構大きい声でわーって言っちゃって、本当にその方にも申し訳ないことをしたなって思う。結構大きい目の声で、え、めっちゃ申し訳ないことしたってちゃんと大きい声でその人に届くように言ったんですけれどもやっぱりもしそのねその人が私をね包丁でぐさってやろうとしてたら、私はもう逃げられてないし、わーって言って立ち止まってるから、やっぱどうにもできないんだなってめっちゃ思いました一人出るときは勇気がいりますよね。生きれないですよね。ベッドの下、私これね引き出しになってるから人いないんです、すいませんバンちゃんありがとう。シミュレーションは大切ですよね。いけない時代になってると思う。まあそうですね、何があるか分かんない。ベッドの下は潜れない。メモしないで、メモする必要ないからね怖いですから、怖い怖いですね、ですね、やばい、話の着地ここやばい。そうだよね、何かあった時にねすぐ動けるようになりたいと思ってこういうシミュレーションはたくさんしてるんですけど、そうそう、やっぱ難しいですよね。メキシコで生き残れてる人はずっとキョロキョロしてるから警戒しておいた方がいい。あ、そうなんですねあ、そうなんですね。申し訳ないことしたっていう勇気すごい。ミホリンが隣にいたからミホリンに対して言ってるつもりで大きい声でちょっとその人に届くように言った。一人だったらさすがに言えないショートにしようという衝動はないけど、ちょっとここら辺にしたいですね。買わないのに宝くじ当たった時のシミュレーションできてるよ。わかる、私も宝くじ買わないんですけど、当たったらどうしようみたいな、ま、当たったらどうしようめっちゃ考えるめっちゃ考える。あ、でもね、私ね、あ、ちょっとあんまり大きい声では言えない話にはなるんですけども、なんか自分のマインド的にやっぱやめよう。そうですね、大地震が来たらね、そうですね、今対策が必要だと思う。クワッス今もう崩れちゃう絶対これから、まあぬいぐるみなんでそれは大丈夫だと思うんですけど、私ここにね、なんかね 棚ではないけど柱があって、そこにチーカーとか置いたりぬいぐるみ置いてるから、そう本当はそれ絶対ダメなんだけど、まあまあまあ、まあ、ちょっとぬいぐるみだからと思って置いちゃってるけど、本当はダメですよね。あとは衣装の靴を部屋に置いてますいいのか分かんないけど、やっぱり寝てる時に大きい災害が来て外に逃げなきゃいけないってなった時に部屋に靴があるってことは必要だと思うんですよ。で衣装の靴があります最悪、衣装の靴で逃げようとしてる私。まあでもね、命の危機だからね。カストラさん、ライオンさん、ありがとう。そうですね、備えあれば。3億円当たったらどうするはやばい、夢すぎる。アターマン欲しいですけど、欲しいですなあきさん、ありがとう。します、ありがとう。トゥートゥービッグ買って1等当たった、想像しまくって570円当たったまあでも当たってるんですからいいじゃないですか。そう、衣装、靴と靴下は自分持ちですね。いつかちょっと忘れそうで怖いんで結構気をつけてます。ちょっとライブ前とかみんな言ってください、衣装の靴大丈夫って言ってください。怖いです。でもちゃんと持ち物持ったか確認ラインとかも送んなきゃいけないから、まあまあまあ、まあ、サウナ全然行ってないですしもうほんまに行ってないです、一回も行ってないです。お話し会の前日めっちゃシミュレーションする、わかる、それ通りにできたことないけど
わかる。裸足になってどうするつ、まあ、ビタミンも飲んでます。岩盤浴も行ってないですね。こんばんは。確かに、確かにじゃないわ、なんだっけ、何でしたっけ、何の、あ、そう、災害になった時ね。でも今ね、今日地震ありましたから、皆さん2日以内でしたっけ、気をつけなきゃいけないみたいな。3日以内ですからしいですよね。1週間以内ですか。ちょっとどんどん日伸びてて、ちょっとすいません、曖昧な感じになってしまっていて申し訳ないんですけど。お風呂出てきたよ、おかえり。安否の話緊張してた。愛媛無事よかった。いとこめ、あ、いとこ愛媛住んでなかった今今は違かった。1週間か、気をつけて、そちら方面の方は気をつけてください。心配だよね本当に。よく積んでた、僕は積んだ。そうですね、怖いですね本当に。気をつけようもないというか、まあまあ気をつけることはあるんですけど、起こさないってことはできないからね。いつとかできないですか。またオフテートさん、ありがとう。そう、あ、推薦コメント見ました、ありがとうございます。そうですね、気をつけましょうね。夏休み、気をつけていってね、楽しんでね。ね、私夏休み何しよう夏休み何しよう、やばい。そう、お休みの日何するかっていうのをずっと考えてて、17日のシミュレーション、そうですね、特典会なんだろう、ドキドキ。そう、いつも実家に発生してる。ビジュイありがとう。そうですね、休暇来ちゃうのでね、自信さん、やっぱ今、あ、やっぱいいわ。やっぱ建物が揺れます揺れるとね、怖いですねやばい、なんかやばい、変な言い方になった。松、レムスター掛け銃ありがとうございます。松、ありがとう。ヨシオンさん、ありがとうございます。海の家で働く妄想とかしたことありますか。ないですね。ま、海はちょっと苦手、怖いです。未知の世界嫌ですね。ちょっと未知だし、何があるかわからないし、な、自分がもともと泳げないっていうのもあるし、泳げてもやっぱ怖い、舐めちゃいけない場所だと思うし、山もね、舐めちゃいけない場所だし、やっぱ平地で生きていきたいです私は。まあ、自然、ある程度の自然な平地で過ごしていきたいです本当に。ちょっとビビりなんで申し訳ないんですけどなんかその心霊話、そうハマってるからめっちゃ見てて、もうどうでもいい人はもう本当どうでもいい話だと思うんですけど、やっぱ海の怖い話だったり山の怖い話もどっちもあるから、平地の怖い話はあるけどこうなんかどっちね、そっちにちょっとそのイメージが強すぎてちょっと無理ですね。アンナちゃんが泳げたらなんか嫌だよね、イメージだもん。ありがとうございますありがとう。泳げるイメージがあるの。平地も地面が割れるかもしれない、確かに。キャンプ NG です。でパパが最近キャンプしてて、そのパパに言いました、そのキャンプをしようっていう気持ちはどこから湧いてくるのか。そう、キャンプの楽しみを知ったらきっと私はハマるんだろうけど、いや怖いっすね、もうインドアすぎて。つーちゃん、川又さん、ニモのイメージがあります。 ありがとうございます。まーさん、ありがとう。パパね、家テレビで YouTube 流すんですけど、ウミガメの、ウミガメがの産卵みたいな、
な時期になったらそれずっとつけてるんです。で何も映ってないんですよ。なんかずっと砂を見てて、あ、ウミガメ来たみたいなこと言ってて、でもあ、産卵せずに帰ってったみたいな言ったりとかもしてて、なんかしかも音もないよ、音もなくて、なんか遠くで海の音が聞こえるみたいな、でなんかそう雑音ではないですけど、なんかめっちゃ綺麗に音取られてるわけじゃないから、そうウミガメのライブ配信見て、でなんか穏やかな気持ち、ちょっとざわつく気持ちになっちゃう。そうしおりんさんありがとう。そう二人そうですね、虫は割とねマシなんですけど、えでも最近じゃないですけど、そうクマが出るみたいな、そうでクマキャンプにしてたらクマが現れたみたいな、襲われたみたいな、もう再現ドラマみたいなやつがあって、それやっぱ怖かったです。5人中2人の方が多分亡くなられちゃったニュース事件で、何年前とかはちょっと覚えてないんですけど、その再現でこうクマ気をつけましょうみたいなやつかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、それを見てその最初にクマに荒らされちゃってリュックを持ってかれたんですって。でそのリュックをクマがいない間に取り返したんですって。そしたらクマが怒っちゃって、なんかもう襲撃みたいになって、何日間か逃げ回ってたらしくて、でなんかもう食料もないから、なんかもうそのメモみたいなのになんかお腹が空いたとか、なんかそういうメモが残ってたとかあって、めっちゃ怖いと思って、やっぱね怖いっす。怖いです。チップさんありがとう。グランピングが似合う私。あーいいかも。町田市ってどこですか。何ですか町田市。町田駅ですか。それは関係ない。鹿はねまだわかんない。熊の主演賞無理です。そう熊の執念はやばいらしいですよ。それで見ました。謎の都市町田市何ですか。目の下の熊ね、私もちょっと鹿の子の子の子こしたんたん鹿かこれ。町田駅ですか。町田駅と町田市一緒ですか、違うんですかね、ちょっと分かんない。クマ出るんですか。うん、なんかそれ見たよ、なんか誰か書いてるの TikTok のコメントかな。クマはクマは何時ですか。そろそろ告知して終わろうかな。クマは出ないかな、多分出ないんかい。なんだった今の。なんだったんよ。じゃあそろそろ告知をしたいと思いますが、告知がたくさんあるので。服の系統変わった。私変わってないです。てか全然お洋服買ってないです。同じ服ばっか着てます。そうです、ヒグマが怖い。あ、そうなんだ。あ、間ってこと、町だ。あ、そうなんだ、知らなかった。プーさんみたいなクマいたら一緒飲みたい。蜂蜜？蜂蜜ですか。そう、はい、告知タイム。まずはですね、直近だと明日8月8日、19時からショールーム配信が行われます。このルームじゃなくてマイハブの公式のマイハブのあのショールームで行われます。フォローしてない方はぜひフォローして、こ
通知が行くと思うので、始まったらぜひ。あ、今日8か、間違えちゃった、8月9日ですね、すいません、ありがとうございます。9日明日ショールーム配信、マイハブの方の公式ショールームで行われます。浜川さんも来てくださりますので、私は初めましてなんですけど、メンバーは2回目、3回目になるのかな。なんですごい、もうね、マイハブのお兄様みたいな感じになりつつあるのですが、私は初めましてなのでドキドキします。でもやっぱりテレビで見てた方なので、すごい嬉しいし緊張しますあ、これか、あ、はい、はい、です。なのでぜひご覧ください。ただ私明日いっぱい予定があって、お仕事が、その前にお仕事あって、覚えなきゃいけないことで頭をパンクさせながら、そのね、皆さんと一緒にね、記念、何でしたっけ、そう、ショールームで会えるのを楽しみに頑張りたいと思います。頑張りますので、皆さんも金曜日ね、お仕事ある方は、金曜日が最後の方はもう頑張って、そして早く帰ってきて配信を見ていただけたら嬉しいなって思います。です。そして8月17日タワーレコード池袋さんに行って、リリーベが行われます。ミニライブと、あと特典会があります。ミニライブの方は撮影 OK な場所もあるので、ぜひそこもね、注目して行って、注目していただきたいです。そう、お仕事充実してるの最高です。はい、タワーレコード池袋さんにて8月17日土曜日18時から、ぜひお待ちしてます。来れない方はまた今度の機会に何かできてください。まあ、そして8月25日公演あるんですけど、今のチケットはね、申し込みできないので当落待ちだと思うんですけれども、皆さん、あの、ゴミ拾いをして徳を積んでお待ちください。神谷敦さん、ありがとうございます。パイナップル待機ね、そう、パイナップル待機してください。なんかパイナップル、8月17日パイナップルの日に、で、甘酸っぱい思い出をみたいな書いたんですよ。最初リプランで誰にもパイナップルのこと触れられなくて、誰にも、すごい、なんかすごい恥ずかしくて、ちょっと追記しっていうの、何、追記しようと思ったんですけど、何人かがその甘酸っぱい思い出作ろうねとか、そう、パイナップルの日はとかパイナップルの豆知識教えてもらって、よかったと思って、ちょっと心強くなりました追記し、甘えそうになった。今まだ、もう、あ、今日までか、チケット、文脈読み取って返信しまさしまさ、そう、心折れなくてよかったです。今日の23時59分まで定期公演チケット、ここのバナーにあると思う。こっちですか、こっち、どっちだろう、こっち。そう、私長女だから我慢できた、頑張って、ちょっと待ってた。パイナップルって甘酸っぱいの？甘酸っぱくはないよね、ごめんね。そうだよね、甘いけどちょっと酸っぱい要素あるじゃん。なんて言ったらいいか分かんなくて、ちょっと甘酸っぱいにしちゃった。あ、逆なんだ、こっちなんだ。リポ触れなくてごめん全然謝らないでいただいて。バナーこちらにございます。本日の23時59分までの申し込みです。スパーマイスパーマイ、イエス、ふーちゃん。
僕がこれからやることを見ていてね、絶対に夢をつかむでよ。パイナップルみたいにやたら歯に引っかかる恋とは恋とは昔のパイナップル甘酸っぱかった。あ、じゃあよかった。じゃあ正解です。正解ですね。では、あとは告知は、あともろもろ8月26日違います、8月28日にイベントに出演させていただきます。ちょっと好きなアイドルさんもいて、すっごいちょっと嬉しくてドキドキしてますまあそんぐらい皆さんにもドキドキして待っていただけたら嬉しいんですけど、8月28日お台場でお待ちしております。そこのお台場のやつすごくて、私調べたらサウナとかあったりとか、ご飯もあって、あとバーベキューもできる場所があって、ファンの人同士でもそう楽しめる楽しめる、そうし、サウナとかもあるからめっちゃ楽しいと思うです。ですね。で、あと今日 TikTok 更新しました。ぜひ見てください。鹿の子の子の腰タンタンしました。うわ、めっちゃわかりやすいコメント、サフランさんありがとうございます。9月15のアットジャム、そして9月16のアンレムさんとのやつですね。ありがとうございます。8日しかいない場所って聞いためっちゃざっくりですね。私もいるんで大丈夫ですよ。モピラさんファイト、ありがとうございます。頑張ります。あとは X のフォローもお願いします。今日も写真ちょっとツイートしたので見てほしいです。あとブログも更新したので見てほしいです。次のブログももう書き終わってるんで、また来週ぐらいに出します。はい、ですね。マイハブの公式の X から主に最初に最新情報が出るので、ぜひフォローもお願いします。そう、アンレムさんと写真撮っていただきました。嬉しい。緊張した。ナーキさんお疲れ、ありがとう。ということで、明日朝早い。え、マジ朝早いよ。普通に小学生、学校行く小学生の早起きです。やばくない？毎日おはようポストしてないです、すいません。聞いてくださいよ。え、今何時ですか？やばいやばい。やばい。陽気行ったら安否存在キス界隈だからバレてる。早く頑張ってる。あ、5時20分起きです。だって、全然私の方が遅いです、すいません。全然頑張れます。5時起きの人いるなら全然私早起きじゃないわ。全然余裕だわ、ごめんなさい。あ、今も仕事してる。オーバーなんとかね。まあ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 、でも私の中でも早起きなんで5時起きけど余裕、え、余裕の人いる。もう早く寝てください。だって今から寝ても5時間半とかしか寝れないですよ。明日めっちゃ寝る、いいな。4時起きやばい。ティフの時は3時起きだった。来てくださりありがとうございます。でもティフの時は私も4時半4時15分とかに、4時半か起きましたよ汗バテしないように頑張ります。早起きマウント界隈やばい早起きマウント界隈。昼寝した、よかったです。では皆さん、確かにすっぴんね。睡眠キャンセル界隈は初耳。いやいや絶対やだやだ。ということで、13位ミスタラさん、12位ナオキさん、11位シオリンさん、10位ウルフさん、9位オカピさん、8位ホセさん、7位神谷敦さん、6位アイスレモンさん、5位タクさん、4位ヨシカクくん、3位ウィンディーボーイさん。
2位マツーン、ありがとうございます。1位クマッピーさん、ひよこですかこれ。クマッピーさんありがとうございます。ということでそろそろ配信は終わりたいと思います。また明日の配信、明日配信するかわかんないです。生きてたら配信します。でも公式の方で19時から配信するので、そちらの配信を見ていただけたら嬉しいなと思います。ではありがとうございました。皆さん早く寝てください。今日も配信を見て、今日もか今日初めましての方も見てくださりありがとうございます。ぜひショールームのアカウントもフォローお願いします。ではバイバイ。あーまたねー。ヘラヘラしちゃって、おやすみなさーい。